北里研究所を創立した近代医学の父、北里柴三郎が日本で手掛けた最初の事案は、新潟におけるすすが虫病の調査でした。北里の多くの研究や業績は、ここ新潟から始まっています。その併設校である北里大学保健衛生専門学院では、臨床検査技師養成科、管理栄養科、保健看護科、臨床工学専攻科の3学科1専攻科を設置しています。命の尊さを感じ、21世紀の少子高齢化社会に地域とともに貢献できる医療人として、臨床検査技師、管理栄養士、看護師、保健師、そして臨床工学技師を育てています。臨床検査技師養成科は、検査のスペシャリストとして専門的な知識や技術に加え、患者様に対する優しい心遣いなど人間的な素養を育みます。臨床検査技師として命を守る仕事がしたい、あなたの夢をつなぎます。医療の現場において検査の果たす役割は重要です。医師が正しい診断を下すためには正確な検査データが求められるからです。精度の高い検査が患者様の命を救うことにつながっていきます。現代医療ではどんな病気にかかっているか正しく診断するためには臨床検査のデータが欠かせません。また各専門分野の医療従事者がチームを組んで治療に当たる、いわゆるチーム医療の現場においても検査のプロとして臨床検査技師の存在が欠かせません。臨床検査技師の活躍する場は病院、検査センター、検診センターなど多岐にわたります。就職後、さらに自分の担当する専門分野でステップアップをして知識や技術を追求し、そこで身につけたものをさらに患者さんのために貢献できるところが臨床検査技師の魅力だと思います。今実習で心電図や呼吸機能の検査の実習をやっていて、とてもやりがいを感じるし楽しいので、将来は検査センターで働きたいと思っています。私は将来血液の業務や輸血に関する資格を取りたいので、今やっている実習や授業で血液や輸血のことが分かり、すごい楽しいです。血液検査学の実習では、血液の中の赤血球や白血球など、血球の数の増減や、その働きの異常であったり形の異常などを調べることによって、血液の病気で最も多い貧血を分類したりですとか、白血病などの造血機腫瘍の鑑別などを行う技術や知識を教えています。病気を特定するために必要な検査を正しく理解するために、より医療の現場に近い環境で実習できるよう、医療機器メーカーの方々の協力を得て、最新の自動分析機の取り扱いから測定結果の解析までの一連の流れを理解できるように指導しています。一年次は基礎分野の科目を中心に、医療における検査の意義と臨床検査技師が果たす役割を学びます。2年次ではより専門的に学びます。臨床免疫検査学、画像検査学、遺伝子染色体検査学などです。3年次には4ヶ月に及ぶ病院臨地実習が行われます。患者様との触れ合いを肌で感じ取ります。この臨地実習により、医療従事者としての自覚をさらに深めていきます。私が興味を持っている教科は病理です。病理は
自分の知っている病気や身近な病気がよく出てくるので、とても興味深いなと思いました。患者さんの病気の発見とか治療の効果とかを知ることができる、とてもすごい仕事だと思ってます。臨床検査技師は病気の診断、治療、早期発見に欠かせない仕事です。高齢化社会を迎え、在宅医療など今後もますます活躍の場が広がる仕事です。生物や化学に興味があり、その知識を医療の分野で生かしたい、病気で困っている人や病気の早期発見に貢献したい、そう願っている方はぜひ臨床検査技師を目指してほしいと思います。管理栄養科は病態別や在宅での栄養マネジメントが行える臨床現場と予防医学などの医療知識のある管理栄養士を養成しています。今日の授業では糖尿病の患者さんの症例をみんなで検討しました。で、糖尿病ですとこのデータを見なければいけないとか、こんな症状には気をつけなければいけないというところがあるので、症例の中からそれを読み取って、この患者さんにはどんな指導をしたらいいかというのを学生に考えてもらいました。糖尿病の他には肝臓病、腎臓病、あと脳血管疾患とか体全体にわたる病気がありますので、それを順次扱っていく予定です。自分は病院で管理栄養士をしていたんですけれども、管理栄養士の働く職場としますと、保育園だったり小学校だったり老人ホームだったり、あと保健所だったり、幅広いんですが、どの仕事をとっても人が対象になります。そしてなんか喜ばれたり感謝されたりっていうことが、病院ですと栄養指導のおかげで症状が軽くなったとかっていう感謝の言葉をいただくと、とっても嬉しく思います。管理栄養士になった時に、社会に出た時に自分の周りに人が集まってきてくれるような管理栄養士になってほしいと思っています。少人数で授業や実習を行うので、先生との距離が近く、わからないことなどをすぐに質問できるので理解力が深まります。栄養指導を行うには患者さんと話していくことが大切だと思うので、たくさんの人と関わり、コミュニケーション能力をつけていきたいです。学生自身が100食の給食を、計画と、あと実施、あと評価まで通して行うという実習です。で、やってみてどうだったかっていうのを、お客さんからこう食事の評価とか、私たちもコメントしますけども、学生自身が給食を作って、自分たちの、作業を振り返って改善していくっていうのがポイントかなと思います。管理栄養士はやっぱり食べることが嫌いな人っていないと思うんですよね。その食べ物とか、食べること、食事を通して、健康であったり楽しさっていうものに貢献できるっていうのが管理栄養士の魅力でないかなと思います。1年次では食品と栄養、そして人体の基礎知識を習得します。2年次では人体の構造と機能、そして疾病の成り立ちなどの医学科目を学ぶと同時に、栄養学の知識を深めます。3年次では栄養と人体の関係を臨床の視点から学びます。また臨地実習を通して知識と技術を習得します。4年次は卒業研究をはじめ総まとめの年です。はい、私は食の大切さや食べることの楽しさを伝えられる管理栄養士を目指しています。将来医療現場で必要とされる管理栄養士を目指しています。
男子学生は少ないですが、女子に負けないくらいワイワイ楽しくやっています。応用調理学実習がとても楽しかったなと思っています。いろんな国の料理を作ったり、あとは自分でそれを食べたりして、とても印象に残っています。初めて自分で作ったので、とても美味しかったなって思っています。保健看護科は、保健師と看護師の2つの国家試験受験資格が得られる、全国でも数少ない統合カリキュラムを組んでいます。超高齢社会を迎えた今、これまでの病院における医療ケアから、病気や障害を抱えても、またどのような健康状態にあっても、その人らしい生活を最後まで送ることができるように、地域包括ケアシステムが進められています。このような社会のニーズに対応し、人の命と暮らしを守り、支える看護師・保健師を育てています。保健師・看護師の統合カリキュラムで4年間じっくり学びながら、2つの資格で人々の願いに応える看護職として、さまざまな選択肢の中から自分の道を選んでいってほしいと思います。1年次では基礎分野の科目を中心に学びます。また実践的な演習を通して基本的な看護技術を習得します。2年次、3年次は保健や福祉などの知識を深めながら、同時に看護の各専門領域を学びます。各専門領域の実習も行われます。4年次は病院や在宅での看護、地域における公衆衛生などの臨時実習を中心に学びます。毎日同じ目標に向かう仲間と過ごせることができてとても楽しいです。今後は3年後にある国家試験に向けて、日々の勉強や実習や実技試験を頑張っていきたいと思います。実技テストや筆記テストはそれなりに大変ですが、みんなで助け合ったり教え合いながらしているので、とても楽しいし、今はとても充実しています。まだ自分の目指す看護師像は見つかっていませんが、実習の中でそれを見つけていき、自分の目指す看護師像になれるように日々頑張っていきたいと思っています。看護師の仕事は命と向き合い、患者さんが辛い時や治療の選択を決断する時、あるいは回復し退院するときも、その方の人生の重要な一場面に立ち会う仕事です。看護師は患者さんにとって一番身近な存在です。患者さんやご家族の思いに寄り添い、自分が言った一言で前向きになった姿を見たときは、この仕事をずっと続けていきたいなと思う瞬間です。保健師の仕事は健やかに生まれ育つこと、健康に暮らすこと、そのため人の一生に関わり健康づくりをサポートします。話を聞いてもらって心が軽くなりました。あの時勧めてもらって検診を受けた、おかげで夫婦2人で今元気に暮らしている、健康教室の後友達と歩いているよと、地域の人の笑顔に出会えることが何よりのやりがいです。また地域の人、関係するさまざまな職種の方と一緒に支え合う仲間づくり、地域づくりを進めることで、少しずつ変わっていく小さな手応えも仕事をしていく大きな原動力です。健康教育では対象の方に合わせて
興味を持って聞いていただけるように伝えることの難しさを感じました。対象の方に寄り添った看護ができるような看護師になりたいです。怪我や病気で苦しんでいる人の支えになれるような看護師さんになりたいと思ってます。勉強や実習は大変だし忙しいけど、でもその分やりがいも多く感じているので今は充実した毎日です。学力はもちろん大切なのですが、看護師になりたいという意思を重視しています。ですから学生の中には高校まで部活一本だった人や勉強からしばらく遠ざかった社会人の人、あるいは主婦の方や高卒認定試験で合格した人など、さまざまな背景を持つ人がいます。ですが学生自身に強い意志があれば資格取得は十分可能です。もちろん2つの国家資格を目指すわけですから困難な壁に遭遇することもありますが、その壁を正しく乗り越えるためのサポートを教員一同日々努力しています。4年間の学習を通して看護師や保健師として必要な知識、そして考え方などを学ぶことができました。これからは保健師としての就職を控えているので、まずは国家試験の合格に向けて勉強を頑張りたいと思います。社会人入試ということもあって勉強やクラスメートとの付き合い方も不安がたくさんありましたが、いざ入学してみるとなんてことはなく、みんなと一緒に日々高め合いながら学んでこれたかなと思います。教員の方々も勉強のことから普段の生活のことまで相談に乗ってくれるので、とてもやりやすかったなと感じています。入学した後にはいいことも辛いこともたくさん経験すると思います。その経験が皆さんにとって意味のあるようなものになるように一緒に学んでいきましょう。自分が日頃何に関心を向けているか、何をしたいのか、あるいは自分の性格や強みは何か、どんな職業が向いているかなど、じっくり考えて進路選択をしてほしいと思います。看護に要求される専門性は病院のみならず地域の保健、医療、福祉の場へと広がってきています。日本は現在超高齢化社会となり、今後は在宅療養者が急速に増加するでしょう。また人々が生涯を健やかに過ごせるような予防、健康増進の必要性もますます高まります。このような時代の要請に応えることができる人材として、保健看護科は保健師と看護師、両方の知識と技術を併せ持った専門職を要請しています。臨床工学専攻科は1年間の学習で臨床工学技士の資格取得を目指す学科です。本学院の卒業生はもちろん、大学の医療生態工学系学部や医療系養成施設の出身者も対象に開設された専攻科です。それまで取得している医療系の資格がある場合はダブル、あるいはトリプルライセンス所有者になります。はい、今日は生体代行技術学実習となります。血液回路のスケッチを皆さんにしていただいています。血液浄化療法というのは、人の体から血液を一回外に出してきれいにして戻すという治療になりますけれども、その時に重要になってくるのが血液回路です。でその回路、実は非常に複雑な構造をしておりまして、今日はそれを実際に手に取っていただいて、スケッチ、細かい部分のスケッチをしていただくことで全体をつかんでいただこうという実習になります。治療に携われると
ということだと思います。患者さんに非常に近いところで、実際に患者さんの治療に関わるということは、医療技術者として非常に大きなやりがいになるんだというふうに考えております。短期間で免許が取れることというのがまず一番だと思います。外部から入ってくる学生が3分の1程度を占めています。彼らは全くバックグラウンドの違う主に工学部の学生さんであったりとか、いろんな学生がおりますので、お互いに学生同士影響を受け合って、楽しく1年間を過ごしてほしいなというふうに考えています。患者さんの痛みが分かる臨床工学技師になってほしいと考えております。患者さんにとっては非日常ですけれども、臨床工学技師にとっては日々の業務になります。そこで大きな温度差が生じてしまうと患者さんの、にとって非常に遠い存在になってしまいますので、コミュニケーションが取れなくなってしまいます。ですので患者さんの痛みが分かる臨床工学技師というのが重要だというふうに考えています。私は患者さんだけでなく医療従事者の方々からも信頼されるような工学技師になりたいです。またゆくゆくは手術室で働けるような知識と技術も身につけたいと思っています。私は臨床工学技師の知識を生かしながら患者さんやその家族の心に寄り添えるような臨床検査技師になりたいです。工学の勉強もしつつですが、検査の知識も忘れないように関連付けながら日々勉強しています。デビッコではシステム生態工学という工学科に所属していました。そこでは心電計の作成などを行って生態分野や工学分野の基礎的な知識を学んでいきました。以前大学で学んだ医療機器分野についてより詳しく知りたいなと思って進学を希望しました。正直入学した時に不安だったことは友達とか、あとは勉強とか、あとは学校生活とか、いろいろな不安はたくさんありました。ですが、周りの先生方や友達が優しく接してくれたので今では楽しく学校生活を送ることができています。臨床工学技師は、主に病院で医療機器を扱う病院のエンジニアとして働くことができます。これまでに学んだ工学の知識をフルに活用して、医療に関わることができるというふうに思っています。それは私にとってとてもやりがいがあることだと思っています。現代の医療は高度な医療機器なしでは成り立ちません。医療機器を安全に使用するには医学と工学両方の幅広い知識が必要です。高度な医療機器の操作や保守を行う臨床工学技師の役割は今後さらに重要になるでしょう。この学院の母体となる北里大学ではチーム医療教育に大きな力を注いでいます。本学院からは毎年250名を超える学生が相模原キャンパスで行われるオール北里チーム医療演習に参加します。チーム医療は多くの医療専門職によって実践されます。問題を抱えた患者さんのために何ができるのか、各職種の立場から与えられた課題について議論を重ねるという14にも及ぶ医療専門職を育成する北里大学ならではの取り組みです。学生の8割が住む北里アパート街は学院から徒歩数分、食事付きの下宿からアパートタイプまで、部屋数はおよそ800室あります。通学路には防犯カメラがあり夜間でも安心です。生活費は東京のおよそ3分の2、1ヶ月8万円程度です。四季を通じて学院生活を豊かにしてくれる楽しいイベントが目白押しです。毎年5月下旬に球技種目を中心とした体育祭を開催します。学科・クラス別の対抗戦で行われるので
団結力が高まります。企画運営は各クラスから選出された体育祭実行委員会を中心に行います。毎年秋は大きな盛り上がりを見せる学生の祭典魚沼祭を2日間にわたり開催します。授業で取り組んできた課題や成果の発表、文化系クラブのコンサート、クラスやクラブ団体による模擬店の出展を楽しみに。学生の家族、地域の方、高校生も多数訪れ、当日は大いに盛り上がります。この他にも勉強ばかりではなく、学院生活を有意義にしてくれるサークル活動があります。地域では雪まつりや八色スイカまつりといった季節を感じることができるイベントが盛りだくさんです。北里大学保健衛生専門学院は専門性の高い医療人の育成を通して新潟の地において北里の精神を継承・発展させています。